つながってるのかなつながってるよね。<laughs> こんにちは、三木めぐみでーす。ちょっと遅くなっちゃった、ごめんなさい、お待ちいただいていた方、ありがとうございます。毎回ライブすごい不安なんですけど、これできてますできてます <laughs> <laughs> チャットにコメントいただけるととても嬉しいです。いやー、なんか、え、1か月。 ちょっとぶりぐらいにライブ配信するんですけども、もう緊張するんですよね、毎回。あのちょうどね、昨日の夜かな、えっと、動画いつも見てくださってて、リアルでもレッスン受けてくださったことがある方が、あの1ヶ月ぐらい前に出した緊張対策の動画が神動画ですって言ってくださって、もう自分、すごく。 講師として登壇するときとか緊張しちゃうのであのすごく助かりましたっていう、ね、メッセージくださったんですけどいや本当にね私もね,緊張するんですよね私ねもう二十何年とか人前で話す仕事してるんですけどいまだにこうやって動画とか司会のお仕事とか講義とかなんかしょっちゅう緊張してって。 やっぱ治んないんだなってよく思いますけど、<laughs> まあでもだからね。まあ、緊張をみんなするもんなんだって思ってたぐらいの方が、あとこうやって緊張するって言ってる方がだんだんこう。ふーって力抜けてくるような感じはしてますね。うまく付き合っていきたいなぐらいのものですわ。わあ、コメントくださってる。ありがとうございます。松田さん、こんばんは。よろしくお願いします。来てくださって嬉しいです。 これ私もハートくれるのかな。ハート。ありがとうございますさてさてじゃあちょっと始めていきましょうかね何人か集まってくださってて嬉しいです、うん、割と急に決めたんですけども今日ね祝日でしたけど皆さんどんなふうにお過ごしになったんでしょうねちょっとねあの気圧引き 低かったですよね私も午前中ちょっと頭重たい感じしたんですけど今の時期体調を崩される方も多いかと思いますが大丈夫ですかお元気でお過ごしになってます花粉もねやだしねここの辺かゆいこの辺かゆい、うんまあ、そんな中ですけれども今日はねえっと1万人ありがとうライブということでもう本当におかげさまのおかげさまのおかげおかげさまで チャンネル登録者数が1万人超えたんですよね。えっとね、今日さっき確認したら、え何人だったっけあのね、あのね、1万人になったのが日曜日17日だったんですけど、17日のね、午後1時とか2時ぐらいとかになったんですかね。で、今、たった今が1万755人ですね。本当<う>に 嬉しくってですね、私、いや本当にこう今日見てくださってる方含めて、みんな見てくださってるおかげだなぁと思って、いやありがとうございます。で、チャンネルをですね、うん、と本格的に毎週こう動画を投稿するようになったのが、2021年の8月なんですよ、2年7ヶ月くらい前ですね。 なんか一回間違って、インスタで3年7ヶ月前とかって、ちらっとストーリーズで書いちゃったんですけど、<laughs> 2年7ヶ月前ですね、うんまあ、2年半ぐらい。ただですね、とはいえ、えっとね、ちょうど1年前、2023年の3月の時点では、2500人だったんですよして、調べてみたら。で、2023年、去年の末で5000人くらいだったんですね。 だからね、去年あたりからちょっと登録者さん増えるペース上がっていったんですけど、でも、今年に入ってから、この3ヶ月で5000人から1万人になったんですよ。くって、上がってね、本当びっくりして、まあ、ある一つのね、言語化についての動画が、バズったって言っていいのかな、もう1年以上前の動画なんですけども、それがすごくこう、たくさんの方に急にね、 見ていただけるようになってで、それに引っ張られて、他の動画も軒並みこう再生数が上がって、チャンネル登録者さんが増えるスピードも上がってっていうことで、万人いったんですよねいやだからなんか正直、やっぱりね、1万人って大きな目標でしたので、ずっと続けてて、到達できて、本当に、本当に泣くぐらいうれしい。 嬉しいんですけど、ちょっと気持ちが追いついてない部分もあって、え本当にみたいな、こんな急に行くのみたいなのもあって、結構ね、こうなんか最近のこのそれこそ気圧の乱れとか、こう季節の変わり目みたいな、心身の揺らぎと相まって、なんかちょっとぐちゃぐちゃ <laughs> みたいな感じなんですよね。<laughs> 本当みたいな。あと、急に伸びたので、え、これ、今すごい増えてるけれども、 急にパタッと止まるんじゃないだろうかとか、急に誰も見てくれなくなっちゃうんじゃないだろうかとかっていう謎の恐怖とかも起きてきて、なんか、ね、結構、私の心も荒れ模様でした。でしたが、やっぱり SNS とかで1万人行きました、ありがとうございますっていうふうにご報告をすると、もうねこう、やっぱりおめでとうとかって皆さんコメントくださるじゃないですか、この先も応援してますとかね、言ってくださって。 そういうのを見てたら、ちょっとね、だんだん実感湧いてきましたね。うん、ああ、行ったんだなぁと、確かに1万人の方々とこうしてつながることができて、一緒にね、こう伝えるっていうことをうん考えていけるんだなっていうのがね、じわじわと自分の体に染み込んでいったような感じがしていますね。 雅、はあ、美さん、ありがとうございます。すごいです。ピカーン、ね、ピカーンですそして広瀬賢治さん、違う、賢治さんでいいのか、ごめんなさい、ちょっと、広瀬さんじゃないよ、ごめんなさい。<laughs> 目が、これね、YouTube のライブって、こう、一つの画面の中に、チャットがちっちゃく出てるんですけど、読めない、賢治さん、名字が読めなくてごめんなさい。 言語化の動画が始まりですありがとうございます今1万回回ってる動画ですかねえっとねこの回ってる動画もね1万回ぐらいはもともと再生数ある割と私のチャンネルの中で人気の動画だったんですけどこの3ヶ月でね今もうすぐ8万回いく7.8万回とかぐらいまでね伸びてる動画なんですよねそうそうですのでなんかもういきなり5分ぐらいバーって喋っちゃいましたけども 今日このライブで初めてライブご覧になる方もいらっしゃるでしょうし、そもそもあの私の動画もまだ一本チラッと見ただけだよっていう方もきっといらっしゃると思いますので、改めてこの1万人到達の感謝の気持ちをお伝えしたいっていうのと、あと私がどういう思いで YouTube をやっているのかっていうことも少しお話しさせていただきたくって、 なんでかっていうと話し方とか言語化伝え方っていうテーマの動画チャンネルは YouTube にも他にもいろいろありますけれどもねやっぱり相性ってあると思うんですよ。私がどういう思いとかまあ信念とかそんなかっこいいものじゃないかもしれないけどそういう背景があってお伝えしてるのかっていうことをちょっとだけねあの頭の片隅でねそうなんだって思っていただけると。 動画をご覧になったときに受け取っていただけるものが多くなるんじゃないかなと思ってよりお役に立つことができればいいなというふうに思って急に決めたんですけれどもね一昨日ぐらいに今日の夜こうしてライブをさせていただいています。30分ぐらいお話ししようかなと思ってるんですけどそう言いつつ私ねあのどんどん乗ってくるといつも1時間ぐらいペラペラ喋ってしまうので。 <laughs> まあ、マックスで9時までっていう感じでお話ししていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、えー、チャット今ね、お二人コメントくださってますけど、チャットめちゃくちゃ嬉しいので、どんどんお気軽にお寄せくださいね。話してる内容と関係なくても、もちろん OK ですので、何かこう、ご覧いただいた動画に対するねご感想とか、ご質問とか、何でも結構ですので、えー、気軽にね、入力 してくださると嬉しいですあと今めっちゃスタンプをしてくれてる方いますけどスタンプもね見えててすごい嬉しいのでどんどん押してくださいありがとうございますさて,さてさてさて今日は、えっと、一応タイトルを伝わるって何だろうっていうふうにしてみました、うん、結構普段 だろう実践的な内容の動画を作るようにしてて、まあ、言語化のトレーニングとかね、緊張対策とか、だからなんかこう、そもそもみたいなお話をする機会ってあんまりないんですよね。で、今回、きっかけかなと思って、そのこのチャンネルのすべての動画で伝える、伝わるっていうことについてお伝えしているんですけど、やっぱり。 やっぱり何かについて考えるときにそもそもそれって何かなっていうのを、うん、明らかにする定義づけるとまでは言わないですけどそういうことって大切だと思うのでちょっとまず一緒にこのそもそも伝わるってどういうことかなっていうのを一緒にね考えていただけたらなぁと思ってますうーん伝える伝わる何なんだろうっていうね 何かやっぱり伝えたいことがあるからこのチャンネルの動画をね見てくださったんだと思うんですよ。で私もずっと伝えるっていうことを仕事にしてきててで仕事になる前もすごく好きでね演劇とかあとは小学生から放送委員とかやって校内放送のアナウンスしたりとかもねしてたんですけど。 これもう何十年と続けてるし、というか、そもそも私たち人間ね、一人では生きていけませんから、日常のコミュニケーションがね、伝える、伝わるの連続ですよね。うん、あ、久保達彦さんかな、おめでとうございます、とのコメント。ありがとうございます。本当にね、1万人、もう嬉しいです。はい。 伝わるってどういういことだとだ思いますこれね私いつも、うん、個人の方向けのレッスンでも必ず「伝わる」って何でしょうっていうところから始めるんですけどちょっと私の伝わらなかった体験のお話から始めてみようかなと思うんですねなんかこう伝わらなかったな伝わらないなっていうご経験それぞれおありだと思うんですけどどんな感じでしたか 私ね、そのライブの前に今日いろいろ思い返してみたんですけど、結構初めの方の記憶で言うと、あのね、さっきお話しした通り、小学生の時に小学校の委員会活動で放送委員をやってたんですね。結構ずっとやってました。で、私のいた小学校は、お昼の校内放送が映像付きで、ちゃんとカメラを使ってね、こう、アナウンサー役の委員がいて、 こんにちは3月20日水曜日お昼の校内放送の時間ですとか言って放送する学校だったんですけどなんかやっぱりその校内放送ってやっててもあんまり、うん、クラスのみんなは見てくれないよねみたいな課題があってで委員会活動についてクラスのみんなに紹介するっていう学級会みたいなのがあった時にこう各委員が。 みんなの前に出てって自分の委員会の活動を PR するっていう機会があったんですよ。で私は放送委員としてクラスのみんなの前の方に出て,っていて放送委員では校内放送をこういうふうに作ってますとかっていうことを、まあ、あの真面目にね話したんですけどその時にねあの最後にそれまですごい真面目に校内放送ってこういうことをやってて。 ぜひみんなに見てほしいっていうことをわりと真面目にプレゼントほどでもないけど言ってたのに最後になんかちょっと校内放送って楽しいものだしなんていうかちょっとふざけたい気持ちみたいなのが出てる小学校5年生ぐらいのめぐみちゃんがね最後になんかちょっとポーズ取ってみんな見てねとかって見てねみたいなやったんですよそしたらめちゃくちゃ滑ってシーンみたいな。 別にそれまでも盛り上がってたわけでもないんですけどもなんか水を打ったようにえ私旧姓石川っていうんですけど石川さんどうしたのみたいな空気になっちゃって <laughs> もう私内心ヒって凍りつくようだったんですけどなんかそれを表に出すこともできずにスンってして見てねーとか言った後にスンってして自分の席に戻ったっていうことがあってもうそれが結構。 こんな何十年も経っても覚えてるほどそのね滑ったのがねショックだったんですよねなんか見てねとかって言ったらみんながこうニコッとかしてくれてあなんか楽しそうにやってるから校内放送もっと見ようみたいになってくれたらいいなって安易に考えてたんですけど全然何この人どうしちゃったの急にみたいな空気になったんですよね。 であのーまあ、後から冷静に考えてみれば、なんかみんな見てねとか、そもそも私のキャラじゃなかったわけですね。私、すごい視力が悪くって、今もコンタクトなんですけど、小学生の時はもは瓶底みたいな眼鏡かけててで、なんか昭和の、昭和かな、小学生の時昭和か平成初期の時代ですから、眼鏡かけてると、絶対眼鏡ざるってあだなされて。 メガネザルとかガリンとか。ガリンって勉強できるとか関係なく、メガネかけてたらみんなガリンって言われる時代ですよ。そういう立ち位置にいたのに、で普段も別にね、なんかこう、キャピキャピしてるわけじゃなかったんですよね。なのに、いきなりみんな見てねとか言っても、そりゃみんな戸惑いますよね。シーンみたいな。そのずれ、私はこう、なんか、 楽しんでもらいたいとか、盛り上げたいみたいな気持ちで、こう、ちょっと勇気を出して、ふざけてみたんですけども、でも、それがも、もう、めちゃくちゃ裏目に出て、だだ滑りして、心の距離が近づくどころか、かえって離れるみたいな。<laughs> なんか、伝わらなかった経験とかって考えたら、結構古い記憶では、まずそれが出てきましたね。 うん、どうですなんか別に滑り経験じゃなくてもいいんですけど、こう伝えようと思ってやってるんだけども、伝わらない。むしろなんかマイナスとかでもいいんですけど、<laughs> いろんな経験あると思うんですけど、どうですかコメント見てみよう。 藤藤井原さんかなありがとうございます今日初めて拝見してとても興味深かったので今日お邪魔しましたよろしくお願いします50代ですが人への伝え方がうまくいかずいつも悩んでますということですねコメントありがとうございます今日今日初めて拝見してそれで今日のライブに来てくださるなんてめっちゃ嬉しいですありがとうございます、えー、藤原さんは私みたいな滑った経験終わりですか ピューってなりますよねベジフルキッチンエッセンさん、マリアさん、こんばんは、出遅れました。大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、KT さん、ありがとうございます。う育児中で去年から仕事復帰しました。最近、こちらの動画を知って登録しました。ありがとうございます。電話対応ななどさの言語か複雑な説明が上 にできず勉強したいと思っていますまた日常のたわいない会話も緊張してうまくできないことが多いです苦手な人は特にめぐみさんのような柔らかな雰囲気が素敵ですをあめぐみさんのか柔らかな雰囲気やばいですかねありがとうございます嬉しいなそう <laughs> もともとせっ結構ねあの性格はきついところがあって柔らかくなりたいなって思ってる節はありますけれどもねうん。 あ、まさみさん思いが強いほど空回りしてしまって、後で後悔したりします。同じじゃないですか？私と。ベ <laughs> ジフルキッチン、エッセンスさん滑った経験そうそう。今ねまあ、滑りに関わらずなんですけど、今日伝わるってどういうことかな？っていうのをみんなで一緒に考えてみたくってで伝わらなかった。経験ってどうですか？っていうお話をねしてたんですよ。それで私の。 記憶から伝わらなかった、どころか、なんか滑ってその場を凍りつかせてしまったみたいなお話をしてたんですよね。うん、あとは、うんと、最近このチャンネルのこと知ってくださった方には、特に一度見ていただけたら嬉しいんですけど、チャンネルのね、あの、えスマホでもいけるのかなチャンネルのホーム画面に、 トップでこう固定されてる動画があるんですけども、通称家動画って言ってるやつで、なんか、去年の10月に投稿した動画なんですが、えっと、私がアナウンサーを辞めて結婚した時に、一時期なんか全然こう、うーんと仕事の面接とかうまくいかなくって、 あの喋、ー、る仕事したかったんですけど、地方だったもので喋る仕事も見つからなくって、まあ、じゃあ、とりあえず、とりあえずって失礼な話ですけども、あのー、事務職に就きたいなと思ってね、アナウンサーの時もパソコンとかは使ってましたから、ワードとかエクセルとか使えるので、事務職できると思って応募したんだけれども、履歴書にアナウンサーの経験とかね、あのー、アピールすることを書いたりしても、全然書類も通らないし、 面接で私はアナウンサーとしてコミュニケーションをどうのこうのとか言っても、へ面白い経歴ですね。ふん、みたいな。はって。<laughs> 鼻で笑われて、もう仕事が見つからないみたいな経験をして、結構私頑張ってアナウンサーになったし、そこで学んだことも多かったし、その、そこで学んだことっていろんな仕事に 応用できるスキルだと自分では思ってたのに、その価値がもう全く社会に伝わらなくって、なんか全然私って必要とされてない人間なんだなって思ってた時期があったんですよ。そう、そのことを話してる動画が、YouTube のね、このチャンネルのトップページに固定で入ってるんですね。なんかこういうポーズしてるやつ、ピンクの服着て、口半開きで。っていう動画があるんですよ。うん、なんかハム工場パートか、なんちゃらとかって書いてる動画ですね。 そうそう、その時もすごい伝わらないなっていうのをすごい感じたんですよね。で、その時は、さっきのね、その小学生の放送委員で見てねって言ってダだ滑りした時とは違って、もう伝える仕事をした後ですよ。アナウンサーとして何年かお仕事をして、伝えるプロとして自分のアイデンティティを形成してきた後なのに、 こんなに伝わらないのかっていうのがしんどかったちょっとこの話しちゃうと私今でもちょっと泣いちゃう <laughs>、うん、なんか伝えたいことが伝わらない伝えられないのってうーんともすると自分の人格を否定されたような気持ちになったりとかうーんアイデンティティが崩壊するというのはちょっと言い過ぎかもしれないですけど なんかすごく心の柔らかいところが傷つくみたいなのってあるかなと思ってます。うん、そ,うそうそうそう。で、まあそこまでね、ちょっと締めっぽい話にしなくても、会社でお仕事してて、 なんか上の人にねこうしてほしいとかってリクエストをしたり企画の提案とかをするときになんか私が言うと全然受け入れてもらえないのにあの人が言うとなんでそんな簡単に通るのみたいなことってありません <laughs> 同じこと言ってるのに私が言ってる時とあの人が言ってる時全然扱い違うじゃんみたいな経験ってお持ちの方多いんじゃないかなと思うんですけど <laughs> ひいきだとかってね、なるんですけど、でもそれね、まあ、ひいき、ひいきっていう場合もあるのかもしれないですけど、まあ大体ね、そういうのって冷静に考えると、やっぱり伝え方の問題なんですよね、伝え方。うん、伝え方ってすごいざっくりしすぎてますけども、まあ、言葉の選び方とか、言葉の構成とか、 声のトーンや表情とかの表現の仕方とかもそうですし、なんなら伝えるその時だけじゃなくて、それまでのこと全部含めてですよね。あの人がこれまでのこういう行動をしてきた、あの人が言うなら採用しようとかね。これまでの行動を振り返ると、あの人がこれを言っててもちょっと心配だからやめとこうとかってね、こうつながってるものですから。 伝わるってその時だけじゃなくって。まあ、もっと大きな時間軸のあるものだなぁとは思います。うん。あみほこさんめぐちゃんこんばんは。お月様マークありがとうございます。こんばんは。来てくれて嬉しいです。うん、そうそう、ちょっとね。お話が大きくなってきちゃいましたけども、伝わらないってどういう時かなっていうのをね。話してました。 なんか思い起こしていただけましたかね、うん。ちょっとお水飲みます。もう、もう24分経ってるので、これはちょっと1時間コースですね。9時は過ぎないように <laughs> 終わろうと思います、うん。あ、ひろことさん、こんばんは。めぐみさん、話がまとまらなくて、どうしても知りれとんぼになり。 あがちです。ああ、うん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 、ありがとうございます。なんかね、途中で自分でもあれ、何の話してるんだっけ？とかってね。<laughs> ありますよね。うん。あ、えっ、ー、と。あつこ高石さん。私も今日初めて言語化で youtube を見て来てくださったってことかな。う嬉しい。ありがとうございます。そう,う,う、そう、そう、そう。 ねえ、そうそう、言語化の動画、すごい再生されてて、今やっぱり言語化したい、言語化で困ってるっていうのがお多いんだなっていうのはすごい思いましたね。で、言語化もね、何のために言語化したいのかっていうと、今日テーマにしてる、伝わる、伝えるっていうことのためじゃないですか。で、ちょっと話が、私もいろんな思い出話をバラバラとしてしまいましたけども、その辺を踏まえて、 伝わるって何かなっていうところに戻りたいんですね。話してる言葉自体の意味が相手が分かったとしても、でも受け入れないみたいなことってあるじゃないですか。最初に話した私がだだ滑りした経験ね。みんな見てねーって言って、このみんな見てねーのセリフ自体はもちろん理解してもらってるんですけれども、でも私が期待してた 運分かった校内放送をもっと見るよ、楽しみだなっていうふうにはならないわけですよね。だから、この理解されるっていうことは、伝わるっていうことと違うんですよね。そうそうってことを考えると、じゃあ、伝わるって何なのかなっていうのを、私はいつもレッスンとか、あと動画の時も考えてるんですけども、伝わるは動く。 いうふうに定義してます、うん、言ってる内容が理解されるっていうことはもちろん絶対必要なんですけども理解してもらってその上で相手が何か行動をしてくれる動きを促すようなことができて初めて伝わるっていうことになると思うんですよね。例えば自己紹介をしたとしますよね初めて会った人に「私はこういう人間です」って。 でその自己紹介で言ってること自体は相手は理解しても、うん、あなたの情報は分かったでも私はあなたに興味はありませんとかって思われたらその自己紹介って伝わったとは言えないじゃないですか自己紹介が伝わったって言えるのってあ,あなたはそういう人なんですね今後もあなたと仲良くなりたいですよろしくお願いしますみたいなそういう動きがあって初めて伝わったっていうことですよね。 そうだから、何かこう言語化とかをしてね、人に言葉を発するっていう時にこに、伝えようっていうのはどういうことかっていうと、分かってもらおうとか、そういうことよりも、相手にこういう行動をしてもらおう、相手がその行動をしやすくなるように、促すとか、背中を押すみたいなことなんですよね。その 動きというか、流れというか、次につながるような流れを作ることができたら、伝わったっていうことだと思うんですよ。そうそうそう。なんかその私が子供の時に、すごい唐突に自分のキャラと違う、みんな見てねーとかやって、場を凍りつかせてしまったっていうのは、流れ全く無視ですよね。自分がちょっとテヘペロみたいなことをやってみたかったから、やってみたっていう。<laughs> まあ 言ってみたらエゴじゃないですか、まあ、子供のやったことですけれどもね、<laughs> ちっちゃいめぐみちゃんがやったことですけれども、エゴですよね、相手をこう動きやすいようにこう道筋を作ろう、相手に動いてもらおうみたいな意識って全然なかったんですよね。その動きを作るぞっていうことを意識できるか、実際にそれに対して何かできるかっていうのが伝わる話し方ってことだと思うんですよ。 うん、動くっていうのが本当に大事ですね。で、この動かす、動いていただく、そういうことを意識するようになったのはですね、実はアナウンサーをやってたときは、そんなに考えてなかったんですよ。なんでかっていうと、アナウンサーってやっぱりますだからなんですね。相手が あの量が多い、量人数が多い、いつも自分に対して何百、何百どこじゃないですね、何千、何万の方に対して言うので、その中の人たちに動いていただきたいと思って、何かしらの情報を伝えてはいるんですけれども、あんまり見えないですからね、特に私、ラジオだったので、映像がないっていうのも影響してたかもしれませんが、なかなかこうお一人お一人に行動を促すみたいな意識は、 ちょっっと薄かったかたもしれないですねそれはねもちろん私が未熟だったからっていうのもあると思います。うん、でもアナウンサーを辞めた後とに、まあ、講師とかお仕事始めて本格的にフリーランスでお仕事をしてお客様お一人お一人とお話をするようになったりしたらこの動いていただくっていうのはすごく意識するようになったんですよね。だってもう 目の前の方一人一人に、例えば自分のサービスの価値をお伝えして、で、実際にレッスン受けていただいてっていう動きを作らないと事業として成り立たないですものね。あと、そのビジネスをする上でっていうことだけじゃなくって、演劇でもね、この動いてもらうっていうのはすごく感じたんですよ。で私ね、10代の時からずっと舞台演劇やってるんですけど、その中で、うんとね、即興の演劇に十、 8歳の時に出会って、ただその後あまりやる機会はなかったんですけど、なかったんですけど、独立してからかなアナウンサー辞めた後に、もうちょっと本格的に即興の演劇あの、インプロって呼んだりしますけど、即興演劇をやる機会があったんですよ。で、即興演劇の考え方、まあ、舞台、お芝居、えー、とね、台本のある演劇ももちろんそうなんだけど、演劇って、 セリフを読むとかセリフを言うだけじゃなくって共演している相手の役者にどう働きかけるか相手の次の動きをどう促すかを考えて関わるみたいなことが必要なのでこれもね今私がお話ししているような伝わるっていうのは相手を動かす相手に動いてもらえるような関わり方をするっていうことの考え方のもとになってます、うん、要は いかに人に影響力を発揮するかっていうことですよね。なんかちょっとビジネスっぽく言うと、プレゼンスってことですかね、影響力。うんうんうん、そう、やっぱりこう言語化して相手に何か伝えるのって、自分一人のこう性的、静かな敵ですね、性的な活動じゃなくって、動的なんですよね、ダイナミック。そう。 相手にどう関わって自分と相手の関係性とかその後の未来とかを作っていくかこうウェーブを作るみたいなそういう意識をどれだけ持てるかその動きに対してどんなことができるかっていうのが伝わる伝わる話し方とか伝え方ってことですよねうん結構あの普段チャンネルで作ってる動画も 短くて割とシンプルにお話ししてるつもりですが、この動きを作るっていうのはね、意識してるんですよね。なんか私自身も今日もだけどすごい動き, <laughs> 動きながら喋っちゃうんですが、見てくださった方がすぐに行動できるように細かく分けて伝えるとかもそうですし、なんかこう、伝えて終わり。 伝えて終わりとかじゃなくて点にならないように線とか線っていうかまあ波の方がイメージ近いんですけどこう動きを作るような話し方っていうのはすごく意識しててその辺がよくあの分かりやすいですって嬉しいことに言っていただくことが多いのでその辺にはつながってるのかなとは思いますね、うん。ちょっと夢中になって喋ってる間にたくさんコメントいただいたのでコメントを読ませていただきますね。ででで ベジフルキッチンエッセンスさん、料理講師の仕事で市民講座の冷凍活用の話をしたときに、余った野菜はそのままにして、古くなってしまう前に冷凍すれば美味しいですって話したときに、冷凍の方が美味しいわけがないとおば様に怒られました。遅れてきてあくびしながら聞いていた方に言われました。ショックでしたが、私の伝え方も足りなかったと反省しました。ん正座しなさい案件じゃないですか <laughs>。 いやいやでもね講師としてはね分かりますよねえもう何なのとかもちょっと思いますけどもうーんなるほどねありがとうございますまーるさんありがとうございますめぐみさん1万人たっておめでとうございますいつもとっても勉強になりますこちらこそいつもありがとうございます花束いっぱいいただいちゃった。 け、うんりさん営業の仕事をしていて言語化電話対応商品説明などの動画が一番参考になります本当にありがとうございます嬉しいありがとうございますそう私ねやっぱり仕事に役立てていただきたいっていう思いがあってあのプライベートじゃなくて仕事にこだわった伝え方の動画ばっかり作ってますね あ、大滝さんありがとうございます間に合いましためぐみさん1万人登録おめでとうございますありがとうございます行きました思ってたより早く行けましたうん。みほこさん伝える力欲しいな磨きましょう一緒に私も一生勉強だと思ってますけど動きを作る力ですねうん。ベジフルキッチンセンサーめぐみさんの動画すぐに実践できる内容だから助かりますよかったそう やっぱり疲れないとなーっていうのはすごくあるので、動きをね、作りたいんですよね、動きね、うん。で、すごいコメントいただいて嬉しい。皆さんありがとうございます。ご経験も教えていただいて嬉しいです。うん、でその動きっていうことですよね。伝わるは、動きが生まれるっていうことですよ。人にどんな影響を与えるかっていう力なので、 YouTube の,あのチャンネルアートっていうんですかね、私の YouTube チャンネルの上の方にこうに大きいイラ,イラスト、画像があって、そこにコンセプトで、伝える力で世界をもっと面白くするっていう風に書いてるんですね。これ、YouTube だけじゃなくて、私の講師の活動全般のテーマなんですけど、伝える力で世界をもっと面白くする、そのために YouTube をやってるわけですが。 伝える力って人に動いてもらう力、影響力ですので、これね、自分がやりたいことをやるための力なわけですよ。<laughs> 私がアナウンサーを辞めて結婚して、全然こうやりたい仕事をやれなくって、私はこんなことできますって面接でね、PR しても、ふんって、アナウンサー。 そんなの仕事に役に立たないでしょうみたいな、まあ、そこまで意地悪な感じじゃなかったですけど、そういう反応をされて、全然ダメだ、私、生きててもしょうがないぐらい思ってたんですけどね。その時に、すごい思ったのは、全然自由じゃないなって思ったんですよ。伝わらないって、自分がやりたいこと、これをやりたいとか、私はこ,これが好きとか、そういう思いがあっても、 一人だったらやっぱり実現しない。仲間とかお客様とか、誰かしら伝わらないと、まあ上司とか雇い主とかもそうですよね。やっぱり伝わらないと自分のやりたいことってできないし、それ全然自由じゃないし、面白いなって思ったんですよね。 だから、まあ、たまたま私はずっと伝えるっていうことそのものを、なりわいとしてきてますけれども、そうじゃなくても、どんな仕事をしていても、まあ、仕事に限らずね、どんな生き方をしていても、一人っきりで生きていく人はいないわけですから、うん、無人島でね、一人ぼっちで生きていくわけじゃないですので、必ず人と関わる。だからこう 人に動いてもらえるような伝わるっていうことができないと自由じゃないなって思ったんですよねうん。だからこの伝える力、影響力を一人一人がお互いに発揮することで、まあ、人に影響を与えるで、自分も誰かから影響を受ける、こう巡り巡るわけですよね。 それは巡ってるものは、これをやりたいっていう情熱かもしれないし、あとは実際のスキル、技術を伝える。相手からも教えてもらうとか、考え方とかもそうですよね。そういうのが伝わる、伝わって受け取るっていうふうにこう回っていくと、なんかそれぞれの能力とか個性とかを発揮し合って、世の中がどん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 活気が出て、 すごい面白くなっていくっていうのをね、イメージしてるんですね。うん、そういうことで伝える力で世界をもっと面白くする、世界をもっと面白くしようっていうのをコンセプトにしてるんです。うん、チャンネルのね、最後に、動画の最後に、えー、このチャンネルではあなたがもっと伸び伸びと活躍していくためのヒントをご紹介していますって言ってるのもそういう意味なんですよね。 やりたいことをやってほしい。<laughs> 私もやりたいことをやり続けたいですね。死ぬまでずっと。で、あのー、他の方にも、周りの方にも、やりたいことをやって、やりたいことをやっているときが一番能力発揮できるし、エネルギーもいいものが回っていくじゃないですか、きっと。そうすると、もう、世界は活気がつくし、平和にもなるし、すごく生きやすくなったりとかするんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うーん そんな思いをね、持ってやっています。だから、あのー、YouTube って、すごくこう、今回もね、1万人って、1万人って冷静に考えたらすごい数字だなって、今でもちょっとドキドキするんですけど、こんなにたくさんの方とつながる可能性のあるプラットフォームじゃないですか、YouTube ね。だから、そういうふうに広くつながれることで、 伝わる力が、まあ、私がお伝えできる伝わる力についてですけども、それがこう伝わっていて、そこでこう面白くなっていく渦がたくさん起きていったらいいなっていうのがね、YouTube、すごくこう頑張っている理由なんですよね。うんあ久保さん、コメントありがとうございます。そう考えると、犬とか赤ちゃんとかって言葉使ってないのに大人動かしちゃうのすごいですよね。本当にね、本本当当ににそうですよね。 動画とかでもね、リアルじゃなくて、もこう、ワンちゃんとか猫ちゃんとか、ちっちゃい子の動画とか、すごいこう癒されるっていう影響力ありますよね、それこそ。うん、だから、まあ言葉ももちろん大切ですけれども、言葉以外のパワーもね、忘れちゃいけないですよね。なんかその、なんだろう、あの非言語の部分。 言葉も声のトーンとかも非言語ですけれども、表情とか仕草とかそういうのも含めて、やっぱり影響力って大きいですよね。う,うるさく手を動かしてみますけど。<laughs> こう印象が違いますからね。うん。あ、大滝さんありがとうございます。めぐみさんのビジョンとても素敵です。面白い社会私も作りたいです。 嬉しいこう。面白いっていうのが私の中ではこう最上級のなんかいい言葉なんですよね。<laughs> そうそう、そんな感じでね、やってるので、よかったら今日もこのチャットで伝えることでどんなことをやりたいかとか、どんなふうにご自分が活躍したいかとか、教えていただけたらすごく嬉しいなと思ってます。そのお手伝いをする動画、 お手伝いをする YouTube チャンネやっぱりこうなんかこう頑張ってても最後の最後の人に伝えるってとこでつまずくっていうパターンが多いわけじゃないですか。うん、相手がこう察してくれるっていう場合もあるので。 そういういラッキーなときはこう伝えるのうまくいかなくても察してくれる人がこうお膳立てしてくれていいとこに連れてってくれたりとかいい仕事くれたりとか夢が叶うこともありますけれどもなななかなか当てにはできないできいすよねうん。自分でやっぱりこう自分の道を切り開くその切り開く武器というかツールで一番ねよく使われるものはやっぱり言葉を伝えるっていうことですよね。 美穂子さん、メグちゃんの言葉でやりたいことができちゃう気がしてきちゃいました。ふ <laughs> できますよ。できますよ。大体ね、あのね、やりたいことってね、あの、人に害をなすようなことをやりたい人ってそんないないじゃないですか。 人がやりたいことって大体人のためになることなんですよね。だからね、できるんですよ。待ってる人いるんですもの。うん、そうですよ。ちょっと教えてください。もしよかったらチャットでどんなことをやりたいかとか、何で活躍したいかとか、うん聞きたいです。私はですね、そう。 世界を少しでも面白くしたいっていうことを思いながら、こうやってコツコツ発信してますので、1万人ねおかげさまで登録者さん到達することができたので、この先はやっぱり YouTube の世界では10万人ですよね。10万人に行くと銀の盾もらえるんですね、Google さんから。それはね、いただいて、 YouTube いつもここじゃない別のところで撮ってますけど背景にね銀の盾置きたい <laughs> まあでも銀の盾が欲しいっていうよりはやっぱりこう10万人に私がこう影響力というかこの伝える力について私の持ってるものをお伝えすることができればそれって今よりももう一段階広くね皆さんにこう皆さんの活躍を お手伝いできるような場を持てるっていうことだから、そういうふうにしていきたいですね。うん、でね、その10万人行きたいっていうのは、YouTube 始めたときから思ってたんですけど、正直ね、なかなかリアルにイメージできなかったんですよ。だってもう、1日よくても10人とかのペースで登録者さんずっと増えてて、動画だって投稿して、 1>, 1週間で30回しか投稿されない動画とか、らなわけですよね。今はさすがにそんなことないですけども、最初の方は本当になんか1時間経っても誰も見てくれないとかって普通にあるんですよね。で、まあ、だんだん上向いていったんですけど、そのやってる時はいつ上向いていくか、本当に上向く時が来るのかなんて分かんないじゃないですか。だからすごい怖くって。しかも私ね 伝え方について伝えてるのに、その伝え方について伝えてる動画が全然伝わってなくて、誰にも見られないっていうのが結構恐怖だったんですよね。プレッシャーというか、うん。そんな中で大丈夫かなっていう思いもありつつ、でもこうやってね、コメントとかリアクションくださるあなたがいるから続けてこれたわけですけれども、1万人超えたら、 あ10万人いくぞっていうふうにね、もうはっきりと思えたんですよね。で、ちょっと見ていただきたいものがあるんですけどね。一昨年の私の誕生日の時かな。まだチャンネル登録者さんは1000人ぐらいの時に、娘が私の誕生日にね、ママこれ欲しいでしょって作ったよって言ってね、こんなのくれたんですよ。これね。わ <laughs> かるかななんだと思います <laughs> これね、紙でこう色塗って、セロテープで形作った、ちょっとボロボロになってきちゃった、乾燥して、テープのところ、工作なんですけど、これね、YouTube の金の盾みたいなものを娘が作ってくれたんですよ。当時ね、まだ小学校2年生かな、おととしだったら。そうそうそう。 金の盾ってチャンネル登録者さん100万人に行ったらいただけるものなんですけれどもね、まあ100、10万人ですらイメージできない当時の私に、100万人の金の盾なんてちょっとプレッシャーだなと思ったんですけど、まあ、娘的にはユーチューバーといえば、ヒカキンさんとか、はじめ社長とかね、こう何百万人とか、1000万人とかのイメージですから、ママも頑張って100万人いってねみたいな感じで、これくれて。 で当時はさ、なんか全然イメージできなかったんですけどで今もね、ちょっと100万人はまだちょっとリアリティ持って考えられないですが、1万人いたことによって、10万人は絶対行くっていう風に、なんかこう、置けたんですよね、自分のイメージをね。そう、いや、娘のおかげも本当にありましたね。めっちゃコメントがありがとうございます。 娘さん素敵わかるわかる素敵娘さんの思いが、お金の盾より価値ありますね。ありがとうございます。そう。もうセロテープだから、あのなんか、だんだんカ,カピカピになってきちゃってるんですけど、ちょっとこれは一生取っときたいですね。<laughs> まあ、これのおかげもあって、やる気が出たとかね、そんなこともありました。そう。で まあ、100万人はともかくとして少なくとも10万人はもう絶対行くぞっていう風に覚悟は決まったのでそれに向けてねやっていきたいと思うんですよだからあの今日見てくださってる方もきっとご自分のねやりたいこととか叶えたいこととかお持ちだと思うのでもう一緒に頑張りましょうって一緒に進んでいきましょうっていうことを今日はね いいたたなと思ってたんですよねできっとあのなんか自分で言うのもなんですけど何かやりたいことに伝えるっていうのは絶対関わってくると思うから私のね動画がお役に立てるところもあるんじゃないかなと思ってこれからもね一緒にそういう道をお互いのね道を進んでいけたらいいなっていうふうに思ってます。えー、っとコメントご紹介しますね 大滝さんめぐみさんは思考整理などはどうやってしていますか ?YouTube の構成の作り方などを言える範囲で教えていただきたいですお。ありがとうございます思考の整理ね私すっごい考えがとっちらかるタイプなんですよなんかあのこのこと考えてたら途中でこっちのことが気になってそしたらこっちが気になってあっちが気になってとかっていうタイプなんですよねもうひどいもんですよあの、なんだろう 仕事してて、なんか、向こうの部屋に何かを取りに行ったら、途中で別の、なんか、あ、洗濯終わってるから洗濯放送とかって、なんか気になって、別のことやって、別のことやってって言って、結局、最初に取りに行った目的のもののことは忘れて元の位置に戻ってくるとか、毎日のようにやってるタイプなんですよ。<laughs> なんですよ。だから、思考もぐっちゃぐちゃになるので、 書きますね。もうシンプルですけど、ひたすら書きます。ノートにバーって書いたりとか、あと図にすることも多いですね。マインドマップみたいな、こう、丸でテーマ書いて、そこからピーって線引っ張って、なんか別のこと書いて、こう、引っ張ってみたいな。うん。言語化の動画でも図にするのが大切、イメージで考えるのが大切っていうのは割とよく言ってるんですけれども、 言葉って、えっと、言葉単体だと関係性とかが分かりにくいので、ずっとセットで考えていくっていうのはすごくいいと思ってます。うん。で、YouTube の構成も同じですね。結構私の YouTube の構成って分析していただくとひシンプルで、今日のテーマはこれです。で、これは実践するためには具体的には、1、これ、2、これ、3、これ、以上。<laughs> まとめ、今日のテーマはこれでしたみたいな <laughs> ピラミッド型に作るようにしてるんですけれども、まあ、ロジカルシンキングとかロジカルスピーキングと言われるものの、本当に基本的な形ですね。うんそうそう、そんな感じでやってますね。図に書けないような言葉は、自分でも曖昧なところが多いので、図に書けるかどうかっていうのが結構大切にしてるところですね。うん はあ、あ大滝さん、もう一つ、私は人の埋もれている才能を見つけて、その才能を伸び伸びと発揮できる社会を作りたいです。素敵才能を見つけるっていうのがね、いいですねそ。そう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 、気づかないんですよね、今もうあるものにね。いいですね。ありがとうございます ひろことさん、言葉だけじゃない、面白くつながっていきたいな、後ろの奈良義朝さんのオブジェ、めぐみさんぽい。<laughs> 気づいていただけて嬉しい。これね、そうそう奈良義朝さんのオブジェっていうか、これね、ここ開くんですよ。頭、ち <laughs> ゃらーん、<laughs> すごいでしょ <laughs> でこの中にね、 グミお菓子のグミが入ってて、この子ね、グミガールっていう名前なんですよね。で、ど,かっ,かどっかの美術館、神だったかどっかの、美術館のショップで見つけたんですけど、あの夫と一緒に行った時にあに、私と髪とか顔が似てるっていうのと、この子の名前もグミが入ってて、グミガールっていうので、私、めぐみですから、<laughs> それも同しちゃんって言って。 プレゼントしてもらったんですけど、見守ってもらってます。この目つきの悪い子に。<laughs> なんか、こういうのも、それこそ言葉以外でもね、こういうのがある人 <laughs> そんなんで、なんか効果あるのかわかんないですけど、大事かなと思って、伝わるものがあったらいいなっていうのがね、ちょっとありますね。えっと、レジフルキッチンエッセンさん。 私は便利な世の中でいつでも食べたいものが手に入る時代だけど手作りを大切にしてほしい楽しんでほしいと思っています誰かにお役に立ちたいですそして10万人になったらキッチンカーでご当地行って即興料理して視聴者さんたちと恋をライブします超楽しそう <laughs> 絶対行きますうわ今何万人ぐらいでしたっけ10万人ね超楽しみですね 手作りね私ね、料理決して得意じゃないし、大して好きでもないんですけど、でもやっぱりね、手作りのご飯食べたいですよね。うんなんか最近、朝もあの、朝結構夫が作ってくれるんですけど、朝も前はパンし、買ってきたパン食べてたのを、あのー、おにぎり作って食べるようにしたり、お味噌汁飲むようにしたりとかしたら、ちょっと調子いいんですよね。やっぱり ねシンプルでも手作りのご飯に勝るものないなとか思いますね。ワクワクする。あそして思考があちこちいっちゃうわかるわ。そうなんだ。えー、お料理ってすごいマルチタクスクな感じありますけどもねなんかちょっと嬉しいです仲間。<laughs> えー、あ大滝さんも私もぐっちゃぐちゃになります。やっぱり図にしたり頭の中を書き出すというシンプルなことが大切ですね。書きます。 うんね書くの大事話すのも、こう話すことは手放すこととかって言ったりしますけど、話した言葉もねこう整理につながったりしますけど、書くと残りますからね、うん、自分の目で後から振り返れるっていうのがいいですよね。まあ、そういう意味では、話す言葉は、録画は、ね、結構おすすめですけどもね、だから YouTube やるっていうのは、こう自己理解とか自分の思考の整理とかにも役に立ちますよね。うん レそうそうそうジフルキッチンエッセンスさん、大滝さん、才能を見つける素晴らしいですね、本当ですよね。なんか今やっぱりこう、AI とどういう風に仕事を住み分けていくかみたいなテーマもありますし、そういう意味でもこう自分の才能を理解して、才能をしっかり生かしていくっていうのって大切ですよね。ひろことさん、グミガールかわゆいありがとうございます。 もう、守り神ですから <laughs> 普段の YouTube には出てないですけど、私、レッスンとかはね、普段いつもこの空間でしてるので、このグミガールちゃんに、ね、見守られながらやってるんですね。あハッピーレモンさん、こんばんは、ありがとうございます。もうね、1時間ぐらい喋ってますけどもね、エジフルキッチン戦ンンさん、現在1.37万人です。おお私、追いかけてますからね、ずっとね。<laughs> めぐみさんと一緒にライブコラボしたいです。 ぜひ、ぜひ、ぜひお願いします。ちょっと私ね、あの登録者さんの割には動画の再生数がだいぶ少ないので、なんかこう、大丈夫かしらっていう心配もあるんですけども、ぜひできたら嬉しいです。どんな内容がいいですかね。私、でもね、あの伝え方のレッスンのワークで食べ物ネタすごい使うんですよね。料理は得意じゃないですけど、食べ物は、食べるのはめちゃくちゃ好きなので。 どんなんでつながるのか分かんないですけど、ぜひ、今年にでも実現しましょう。嬉しいなあ,ありがとうございますうん,あなんかこうやってあのコメントしていただいてね、やりたいこととか、こういう活躍しますみたいなのを、こう共有できると、なんか元気出てきません私はすごく、ね、こうもらいました ワクワクというか、勇気とか、うん、こうやって分かち合うと、もっともっとできそうな気がしますよね。それって宣言するっていうこともそうだし、一緒に、はいっていう風にう、喜び合うっていうのが、なんかまた実現に向かって一歩いくのかなっていう感じがしますね。うーん、すごい嬉しいです。ありがとうございます。あ、私ももうちょっと言っとこう、10万人でしょう ?10 万人行きたいっていうのと、もう一つね、えっとね、本出したいんですよ、本。 なんか、なんとなく、何の根拠もないんですけども、1万人いったら出版につながるんじゃないかな、みたいな、勝手なイメージ、妄想、妄想がありまして。で、今ね、今回この1万人までいけたのも、言語化っていうテーマの動画のおかげなんですけど、やっぱり言語化で何か本が出せたらいいなっていうのがね、イメージ湧いてきたんですよね。でね、あの、 言語化の本とか、あと他の方の動画とかって、ちょっと難しめなのが多いなと思ってて、言語化って言葉自体も、すごいこう、いかにもビジネスシーンで使う言葉ですし、言語化って音もすごい硬いし、漢字もカクカクして四角すごい多いし <laughs>。で、大体まあ、紙に書き出す。紙に書き出すは私もさっき言った通り、すごい大事なんですが、あと何だろうな、あの、定義を明確に。 にしてとかもうそれも大事なんですけども、なんかちょっと硬い方向に行きがちなので、もうちょっと遊び感覚でできるような言語化に役立つ方法を広めたいというのはすごいあるんですよね。で、おそらく今日来てくださっている方は結構ご覧いただいていると思うんですけども、私の言語化に関する一番見ていただいている動画では、もう超簡単なことを言ってて、自分が今、 見えているものを言葉にする。マグカップ、照明、パソコンとか <laughs>、娘が作ってくれた金の盾とか <laughs>、見えているものを言葉にするっていうね、あのワークがあるんですけど、その程度のところから始めた方が、絶対にハードル低いし、いいなと思ってるんですよね。なんかでも、そういうのってあまり知られてない。なんでかっていうと、この目に見えているものを、 言葉にするとか、あとは実況中継するみたいなのって、まあ、アナウンサーの経験もそうだけども、あの演劇で即興の演劇やってると話さっきちらっとしましたけどもね、即興で全てアドリブでお芝居をしていくときにするトレーニングっていうのが、俳優のトレーニングが元になっているワークが、私のお伝えしているもの多いんですよね。 で、そういうバックグラウンドを持って話し方とか言語化について発信してる方って、ちょっと今のところあんまりいないみたいなので、演劇ってね、あの、プレイイズプレイっていう言葉があるんですけど、演じるって英語でプレイですよね。演じることは遊ぶこと、プレイイズプレイっていう言葉があるぐらい、演じるのって遊びなわけですよ、根本は。ままごととか、なんとかレンジャーごっことかみんな絶対するじゃないですか。そういう感覚で、 大人になった今も言葉を出していく、自分のやりたいこととか情熱とかを表現していく、クリエイトしていくみたいな、そういうノリの発信をね、もっとしていきたいんですよね。ななかなかこうまだ 動画に仕切れてない部分もあるんですけども、そういうこう、ワクワクしながら、堅苦しい言語化みたいなのじゃなくって、こう、自己表現としてクリエイティブに言葉と仲良くやっていくっていうのをね、届けたいなと思ってます。動画もそうですし、本っていう形でもやっていきたいなと、そう、世界を面白くするっていうからには、面白みのある方法をね、発信したいなっていうのもありまして、 そんなことを考えています。そんな風にしてこうより自由に生きる、自分のやりたいことをやって楽しんでいくっていう輪をね、自分も含めてみんなでね、こう分かっち合っていけたらいいなっていう風うに思ってます。うん。コメントありがとうございます。大竹さん、本絶対ですね。ありがとうございます。イラストなども入った可愛い本になりそうです。可愛い本にしたいしたいですね。なんか眺めてるだけで。 ウキウキできて、かつあの実際な実際な実践的な成果も上がる本にしたいですね。うん、そうそうそう成果っていうところも結構こだわりは強いので両立したいかな。テリオさんありがとうございます。子どもとあテリオさんのメッセージさっき読み飛ばしちゃった気がする。 ありがとうございますテリオさんえー、子供とのレッスンで最初はドキドキしてなんだかワクワク楽しくなってもっと書きたくなったと感想を伝えてくれた言葉本当に嬉しかったですあドキドキワクワクもっと書きたいテリオさんはね書道をねお子さんにねお子さんたちに教えてらっしゃいますけどめちゃめちゃ嬉しいですねその変化をご一緒できるっていうのはね教える伝える側として最高ですよねうん 本当に本当に子供からのプレゼントは本当に嬉しいですよねそうありがとうございますペジフルキッチンエッセンスさん見えてるものを言葉にする毎朝の調理の時10個 U ワーク継続中です素晴らしい そう、継続が大事ですね、うん。私もちょっと毎日やってるわけではないんですけれども、でもやっぱり言語化、言葉って思考と結びついてますから、本当日々の積み重ねでしかないんですよね。素晴らしい。ありがとうございます。うん、大滝さん、もう本当素敵です。めぐみさん素敵。近いうちに新しいサロンなどやる予定はありますか もももう一つ見見えててるるのをを言葉にする私も動画を見直してりますわあ、ぜひぜひ、あれ簡単なのでねあの、お子さんと遊びながらとかでもおすすめです,すごく。サロンね、そうそう、ありがとうございます。えっと、私、えっ、ー、とね、去年の12月から今年の3月10日、割と最近な3月10日まで、情熱発信サロンっていう, SN こう、SNS で自分の情熱を、 軽やかに発信していくための言葉の使い方、自分の持っているエピソードの伝え方とかを学んで、みんなでこう学び合う場っていうサロンを作ってたんですけども、そう、それが3月10日に終わったばっかりなんですが、実はね、まだ正式に全然告知してないんですけど、5月から8月までもう一回やる予定があるんですよね。もしよかったらちょっとチェックしておいてください。というかご案内してもいいですかまた動画でもご案内する機会あるかな 情熱発信サロンっていうね、ドストレートな名前なんですけど、<laughs> 今日今日もね、この熱っぽく話している様子を見ていただいたら、皆さんお分かりの通り、このなんかこう、湧いてくるエネルギーをどう伝えるかみたいなところが、私のすごく興味のある分野なんですね。で、話すだけじゃなくって、私、言葉そのものがとても好きなので、まあ、SNS でインスタとか、Facebook とか、 あとなんだ、まあ、YouTube とかでもちろんいいんですけども、そういうとこでこう、物語で人の心をつなぐみたいなことをね、やるサロンがあるんですよね。うん、あハッピーレモンさんも参加できなくて残念だったわいあ、ありがとうございます。案内知りたいですあら <laughs> なんと、今日その話するつもり全然なかったんですけど、嬉しいです。またご案内しますね、どうぞ。 どっちもね、その3月までやってた第1期ではえっとね、12人ぐらいでやってたんですけど、すごくこう発信がしやすくなったとか、あと自分の持ってる情熱が言葉にできてなかったものが言語化できたとか、そういう、ね、お声もいただいてて、私もすごいね、刺激いただいて、いい期間だったんですよね。ありがとうございます。ぜひね、情熱を届けるお手伝いできたら嬉しいです。うん 9時過ぎてる。マ <laughs> ックス9時とか言ってたのに。でも、今までのライブ配信で多分一番たくさんの方にずっと最後までご覧いただいていて、うるし。ありがとうございます。本当に。うんまあ、サロンのことはね、別としても、この YouTube も、これからも毎週木曜日と、あと月曜日にショート動画ね。 ショート動画、年末年始、ちょっとお休みいただいてたんですけど、今年ね、またプロの方に編集してもらうようになって、見やすくなったと思うんですけど、どうでしょうね。でね、あの木曜日の長い方の動画も、やっぱり、最近ね、ずっと私が自分で編集してたんですけど、もっともっとコンテンツ自体の質を良くしたいっていうのがあって、またプロの編集者さんにね、前から、編集者さん、<laughs> プロの編集者さんに <laughs> お願いすることにしたので、うん、よりお役に立てるものを、ね、お届けしていけるんじゃないかと思いますので、はい、1万人突破したばっかりですけども、これからも10万人、ね、目指して頑張っていきますので、応援していただけたら嬉しいです。ももうすごいいつも1つのいいつつのね 一言のコメント、あとは直接ね、見たよとか、あれよかったよとかっていただく、言っていただくことが本当に力になってますので、支えられてます。ありがとうございます。そして私も、あの、お一人お一人のことをすごく想像するんですね。動画が一回再生回るってことは、まあ、あの、見てすぐ <laughs>、次の動画行っちゃった可能性もありますけれども、一回回ったってことは、お一人と一回のご縁があったっていうことなので、そのお一人お一人に、 うーん何かこう人生にちょっとでもプラスになるようにっていうことをイメージしてやってて、私も皆さんのことを応援してるわけなんですよ、なんかそのお互いに応援し合って、これからも一緒に進めていけたらいいなっていうことをね、思ってますので、はい1万人通過点に過ぎませんので、これからもね、一緒にね、進んでいけたらいいなと思ってます。う 大滝さんどこかで自分のあふれる言葉を形にしたいと思っていたので、めぐみさんのもとで学べたら楽しそうです、インプロもまたやってほしいです、ありがとうございます、インプロもね、そうですね、ワークショップもね、去年の夏にやってたやつね、大滝さん来てくださって、そうそうそう、今年はね、なんか、うん、YouTube も他の活動ももっともっとアクセル踏んでいきたいなと思ってますので、ぜひぜひご一緒できたら嬉しいです。はい 遅くなっちゃって、ごめんなさい。最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。うーんそんなところですかね。はい。あっ、ベジフルキッチン生さん、私もご案内よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。また改めてご案内しますね。まだ全然なんかフライヤーとかも何もできてなくって、<laughs> 頑張って用意します。<laughs> はい。すごいたくさんコメントくださって、本当に嬉しかったです。やりたいこととか夢とかもね、教えていただけて。 元気をもらいました、うん。改めまして、もう本当にお一人お一人のおかげで、1万人、もう私の夢と言ってもよかったですよ、だってね、あの七夕の短冊に書きましたからね、うち。<laughs> 去年も一昨年も書いてましたね。短冊に YouTube チャンネル登録者数1万人いきますようにって書いたんですよ。<laughs> あと神社でもね、よくお願いしたりしてたんですけど、その夢をね、もう皆さんのおかげで叶えることができました。ありがとうございます。これからもね、より良いものをお出しできるようにしていきますので。 一緒にね、進んでいきましょう。伝える力で世界をもっと面白くしていきましょう。ありがとうございました。では、これでライブ配信終了します。またお会いしましょう。ライブもお便りありますね。ありがとうございました。おやすみなさい。はい